どうも、親父ベースのヒデです。北国札幌のアクアリストで、夜な夜なガレージにこもりながら DIY 作業に没頭しております。いつもご視聴ありがとうございます。まずはチャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、最近巷で飼育者ですね、飼育者の人数が徐々に増えつつあるアピストグラマー水槽ですね。これはですね、親父ベースのリビングにあります APMS アピストマンションですね、多段循環式オーバーフロー水槽で、自作の水槽を25個連結させて総水量700リットルの水があります。その前回の動画でですね、マクマステリースーパーレッドのペアがちょっと怪しいということで、奥にあった植木鉢をですね、パッカン、はい、中身をですね覗いてみたんですね。そうすると、はい、予定通り中に卵がちょこっとね残っていたんですけど、これですね、後々考えたらもうちょっとハッチアウトしていたんじゃないかなと思いますね。ハッチアウト途中でパッカンをしてしまって、まあ、メスがちょっと怒っているような感じだと思うんですけど、そのですね、4、5日経った後ですね、浮上、稚魚がね浮上してきまして、ちょっと植木鉢が奥にあったので、手前に出てくるのに、それから2日ぐらい経過した時に、稚魚が、水槽全面にね、出てきてくれたんですけど、もうやっぱり2日経っていると、ちょっと安心感のある大きさに少しサイズアップしていたんですが、ちょっとね、この苔、ね、気になる方はいらっしゃると思うんですけど、今回はですね、あえて苔のメンテナンスをするタイミングで産卵が分かってしまったんで、あえてこの全面は掃除しているんですけど、サイドと奥の水槽の、3面はですね、苔を残している状態にしております。これがですね、何やらちょっと調子良い感じがするんですね。まあ、流木だとかね、植木鉢についた苔をいつもつまつましているんですけど、稚魚たちがね、このやっぱり水槽のガラス面もつまつまするわけですよ。ということはですよ、あの小さいね、口に入る微生物、稚魚たちの口に入る微生物がそれだけいつもよりもね、あのガラス面をきれいにしている時よりも多くいるんじゃないかと思っているわけですよ。まあ、見てもらって分かると思うんですけど、ブラインシュリンプを朝と晩あげているんですけど、ちょっとですね、大きめのブラインシュリンプは稚魚がね食べることができない個体もたまにいるんですね。そうなると小さいブラインシュリンプだけを休止できているのはやっぱりごくわずかなんですよね、最初の頃は。なので、こういう、なんていうんですか、天然に水槽で湧いた微生物っていうのは、大事な稚魚たちのごちそうになるわけで、その微生物がね、湧きやすい環境を作ってあげるっていうのも、大事なんじゃないかなと、最近ね、思っていた矢先のこのタイミングだったんで、まあ、喜んで、苔にしているんですけど、まあなんせあの嫁ちゃんがね、リビング水槽なんで苔まみれの水槽を嫌がるんですけど、一応これあの今4段目 ?3 段目 ?4 段目の水槽なので、嫁ちゃんの目が届かない場所にあるので、なんとかギリギリ、はい、あのメンテナンスしろと言われずに、住んでいる状態ですね。稚魚がね、ほらガラス面にね漂っているじゃないですか。苔を食べているのか微生物をつまつましているのかは見えないんですけど、
何やら捕獲休止、コケじゃないと思うんですけどね、何かを見つけてパクパクしているんですよね。この環境だともしかすると稚魚のね、生存率っていうのが、うち全部 S スリム水槽なんでやっぱり狭いんですよね。狭い分稚魚の生存率っていうのはやっぱりぐんと下がるんですけど、もしかするとこの苔た水槽がその生存率を上げてくれるんじゃないかなと、今実験を兼ねて、いろいろ観察パトロールしております。一般的にはですね、45センチ水槽や60センチ水槽で稚魚の育成をすることが良いとされているんですね。それはやはり水質の安定と、あとテリトリーバトル等の絡みがあると思うんですけど、親父はですね、この辺がちょっといろいろ調べていきたいなと思っているのが、うちはあのオーバーフロー水槽で常にこうろ過された綺麗な水が、700リットルあるので、水替えを多少したとしてもほぼほぼその水槽の中の水が急激に変わるってことはないんですよ。なので60センチ水槽以上に水質の安定がしている状態なのに、稚魚が少し減るということはやはり餓死しているのか、それとも沈殿している糞だとか食べ残しっていうものが水槽内で悪さをしていて水質が変化しているのかっていうのをちょっと探っているわけですよ。 APMS はやはりね、ちょっと特殊な環境なので微生物も結構いるはずなんですね。なのでその微生物をここのマクマスリーの水槽にとどまらせるためにね、苔を生やして、観察、まあ苔がないよりは魚にとってはとても良い住み心地の良い環境だとは思うので、ちょっとこれからね様子を見て、先々週かな、生まれたカカとオイレスダブルレッドの稚魚、まあ比べてもね、カカとは強いんで何とも言えないんですけど、一応その稚魚のね、観察をこれからしていこうと思います。はい、というわけで今日も長い間ご視聴ありがとうございます。今日はアピストグラマーのマクマステリスーパーレッド稚魚が浮上しましたという動画になりました。どうもありがとうございます。親父ベースではインスタグラム、ツイッターでも日々の情報を公開しておりますので、もしよかったら概要欄から登録よろしくお願いいたします。もちろんこのチャンネルの登録も高評価ボタン、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、この辺で。先日ですね、久々海水魚をね追加しましたので、マリンボトルアクア、ね、円柱形の水槽の動画を近々公開したいと思います。